埼玉自動車大学校地図埼玉自動車大学校は埼玉県北足立郡稲町小室にある私立専修学校設置者は学校法人佐藤久志学園二級自動車整備士受験資格取得者養成学校自動車整備士養成施設終了者を対象に自動車車体整備科カスタムボディ科モータースポーツ科がある前身である 埼玉自動車整備技術学校は昭和51年専修学校に昇格し校名を埼玉工業専門学校と改め平成4年には大宮から稲丸山に67,441平方メートルのキャンパスを持つ校舎に移転平成15年には一級自動車整備課を開設平成18年にカスタムボディ課を平成19年には 高度専門士が付与される4年生一級自動車整備課を開設。平成20年4月より埼玉自動車大学校として校名を変更。この間の卒業生は1万6000名を超えている。学校の裏手の剣道沿いに鉄人28号の強化プラスチック製のモニュメントが設置されている。もともとは1987年に大宮駅の駅ビル。 ウィーのキャンペーン用として設置されていたものを譲り受けて、現在の場所に移設した。塗装の劣化が進んだため、鉄人28号の漫画が発表された、昭和30年代当時のカラーで塗り直されている。ありがとうございます。